DSPDS。 へー、すみません、今日はね、皆さん頭いいでしょうか。この世の中でも頭が良くないともうね、生き残れないんですよ。はい、もう体で鍛えたりとか、そういうね、アホもね、置いてかれていくんすよ。はい。ってことなんでね、今日はね、100均で知恵が向かってきますよ。あいや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 、せっせっせっ、あいやいやいや、せっせっせっせ。はい、このね、超ウルトラ高卒のね、僕がね、この知恵のワードね、一瞬でね、やっていきたいと思います。ちょっとね、最初ね、普通にやってみましょう。まずこちらをやります。初級編で、ちなみにこれ全部100均です。レディーゴー。あ、わかったわかった、もう天才だからわかった。こんなの俺で幼稚園死に並みだよ。なんだこれ、なんだこれ、難しいぞ。ダイソーのくせに生意気だな。おい、ふざけんなよ。金八先生にもいましたよね、ずっと知恵の輪やってる生徒。知ってる人は知ってますけどね。あ、これこうだな。え、これを作った人もそ、おお、できた、イエーイ。まあ所詮ね、100均級なんすよ。はい、って感じで僕はもうすごく頭いいんですが、次はね、もう怪力だけでね、知恵の輪やったらね、一瞬でできんじゃないかっていうね、検証やってきてます。で、100均ごときだったらほんと一瞬だと思うんですよ。結構ね、硬いのね、ドンキで売ってたりするんですけど、100均なら多分ね、怪力でいけると思うんですよ。レディーゴー。あ、今怪力でいった。あ、よし、いった、いってる。ほらほら、すごくね。やべえよ、今9秒くらいで、あの中級編も9秒で出ました。はい、次はね、手元でやってきております。中級編です。レディーゴー。はい、できました。はい、続いては上級編やってきてます。このリングを取れたらクリアです。います、レディーゴー。何これ、速さも競ってんの。よし、はい、取れました。じゃあこちらの初級もやっていきたいと思います。じゃあいきます、レディーゴー。入れて入れて、勝てな、これ。よし、いけました。はい、ということで100均で売ってる知恵の輪ね、怪力でどうにかるなる説はね、本当でした。ぜひみんなもね、怪力で知恵の輪やってみてはいかがでしょうか。この世の中はね、頭じゃなくて怪力でどうにかなります。100円までやだね。ペレッシュ PDS株式会社。チャンネル登録よろしく、よろしく、よろしく。